今回は背中をメインに整体を行います。一つ違和感を感じるのは、ここがボコって膨らんだ、本当ですね。ありますね、たまになるんです。はい、ですかね。いや、大丈夫ですか。痛気持ちいいの範疇です。はい。押されてて痛みとか違和感とかっていうところは今のところないですか。腰周りもうちょっと下、はい、こっから爆弾だなって気がしてきます。あ、ここで今、ちょっと怖さが。特にきついとか怖いとかがあれば言ってください。はい、きついっていうか、まあここですよね、ここら辺ですよね、ここが一番針が強い部分ですからね。入んない感じしますね。入んない。はい。痛気持ちいいです。腰弱いですね。腰がかなり、怖い感じになってきてますね。そうですね、そうですね。
ベルトも外してもらって手のひらの方が楽ですね、やっぱりそれぐらい、入ってないですね、入らないですね。はい、まあ、これパンツ見えちゃってるよね。あ、そう。パンツだよね。どうしよう。パンツですね。うん。きついですか？痛気持ちいい。です。背中はそうでも今のでも怖くて嫌な感じですか？いや、ちょうど、ちょうどそういうとこだったかなみたいな感じですか。ここの辺も怖いですか？いや、背中は大丈夫なんですけど、でも別に大丈夫ですよ。そのまま怖かったら言います。はい、鉄板になってますね、背中。そうですね、怖い。反応が分かりづらい。これってどうですか？痛いですか？あ、気持ちいいです。はい、でも開けるか。で、本までぐちゃぐちゃにした。大丈夫です。え、こっちの手ですか？ここが痛かったですか？そこですね。ここ痛いですか？ここが。痛気持ちいいです、かなり際どい、あ、痛いと気持ちいいのところが。そうです。こっちはでもその怖いっていうのはないですよね。怖い感じですか？の際どい腰じゃないですよ。ね、なんて言ったらいいんでしょう。もう
水玉以来ですよね、うん、背中もしかすると。そうですね。これ。これね。嫌な感じですか。いや、まだ大丈夫です。嫌な感じまではいってないです。本当広いんですよね。そんなに。どうしたのか。もう見せようがないってことですね。麺の方は全然大丈夫なんですけどね。麺って分散されるからなんですかね。そうですね。それじゃあ、狙えない。ね、多分下っ腹とか内ももが緩んじゃってますよね。うん、きつくないですかね。すっごい気持ちいい。うん、きついですか？くすぐったい。いや、まあ、うん、いや大丈夫です。ちょっと両膝立ててもらって。少し
のが痛いですか？いやいや大丈夫ですよ。大丈夫ですけど。足取っちゃって大丈夫なんで。最近はどん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 大きくなってる感じですね。そこですちょうど。触って痛いですか？痛いです。きつさないですか？はい。ここはちょっときついですか？でも大丈夫。大丈夫ですか？うんうん、苦しくないですかね？はい、大丈夫です。ちょっと痛いですか？痛いけど大丈夫ですよ。はい。はい、
なんですかね、多分首の緊張が強かったのが良くなかったんですかね。首の緊張ですか、うん、さっきより小さいよね。豆みたいな。うん、ちょっと。ちっちゃくなりました。ちっちゃくなりましたよね。なりました。なってますよね。あ、痛かったですね、はい、すいません、これが痛いんですね。大丈夫ですかね。大丈夫です。すごいね、響きますよね。はい、気持ちいいです。はい、まあ、これこの辺が結構コリコリなんですか。うん、痛気持ちいいです。硬さが強い。あ、はい、これが硬くなっちゃってると、寝違いを起こしたりとか、頭痛になったりとか。はい、うん、運動して今日さみと筋が硬くなって噛み締めが起こったりとか。同じですか。硬いですね。尺八筋。うん、尺八筋です。腕の方の神経にここが凝ってくると、この辺痺れてくるとか、頭痛がすごかったです。その辺も尺八筋関係ありますね。
今も硬いんでね、はい、うん、また頭痛出ますよ、ほっとくと。原因は何だろう、うん、首が前にできて、顔が前に出てるから、あー、うん、猫背になったから、うん、うん、ってことですね。そうですね、頭の重みが支えてるんで、顔の位置が悪いとより鎖角筋の張りも強く出てきますね。スマホとかパソコンとか覗き込むような姿勢とってたりとか、ね、多分そうと思った、うん、まあ、あと自律神経、まあ、このサイドがなんですけど、自律神経やられてると凝ってくるんで、ちゃんと寝れてないとかストレスが強いとかあると硬くなりますね。揺らすだけで気持ちいい、痛気持ちいいです。気持ちいいですよね。気持ちいいです。はい。すごい気持ちいい。ごっそりなんか取れた感じがする。うん、取れてないんでしょ？うん、まだ。取れてないけどね。まあ、この特定ができてきた感じがしますね。もっと、周りも全部一枚板だったのが、うん、まあ、そのそれぞれのこの筋繊維が分かるようになって、うん、保護すべきポイントが狙えるようになってきたって感じですね。でもやっぱ左側ですね。右側は、あ、でも右もここは結構ありますか。これですね。そうですね。うん、はい、ああ、痛いですか。痛いけど気持ちいい。はい。あ、きついけど痛いけど気持ちいい。これ気持ちいいんじゃないですか。はい、うん、気持ちいいです。あの針が取れてるんじゃないですか。取れてます、うん、取れてます。ちょっと自分で手でもちょっと確認してもらって。もう全然違う。 ないですね。はい、
肩楽ですよね。はい、うん、そうだ、お疲れ様でした。以上です。ありがとうございました。